こんにちは、森高です。本日は背泳ぎのリカバリーポイントについてご紹介をさせていただきます。でこのリカバリーのところは、どのあたりに意識した方がいいかというところを特にね、ご紹介していきたいと思うんですけども、今フィニッシュが終わりました。でここから右手のところですね、変えてきて上がって手がスーッと上がってくるんですけど、この時に、ちょうど今カメラ上から撮ってるんですが、イメージとしてこの手をカメラをね少しこう触るようなイメージにしてあげるといいと思います。でどっちかというとこの最初よくこの最初から上げてくれればいいんですが、この目線の上こういう一番高いところで上げてしまうと肩に力入るので、もう最初から、例えば今上から撮ってるカメラのところにレンズを触るようなイメージを大事にすると手が回りやすいんですが、途中からね最初低くしていきなりこうレンズを触ろうとするとそこで動きが止まりますので、最初からこう今見ていただいているようにレンズを触るようなイメージ少し大きく回してあげるといいと思います。その代わりその時に背中の姿勢がブレすぎないように気をつけていきましょう。この他にも動画はたくさんありますので、ぜひご覧ください。